弊社は1946年に日本の有数のカジノ町三条で創業いたしました。創業以来、道具はものづくりの原点であり、ものづくりとは人生をより豊かにするものであるという思いから、さまざまな道具を大切に作り、この世の中に送り出してまいりました。2018年に隔離産業に入社し、最初は国内営業を経験し、2020年より新設の輸出部門の担当をしております。輸出部門を新設しました2020年は、ちょうど新型コロナウイルスが世界的に蔓延し始めた時期でありましたので、リアルでの出張や展示会が難しかったというのが一番の理由です。そういった状況で情報収集を進める中で、海外向けオンライン販売という選択肢にたどり着きました。まず私たちが実現したかったことは、海外からの問い合わせを受け取るためのホームページを作成することです。それに加えて、将来的にはそのホームページで越境EC を行いたいと考えておりました。それらを実現する上でパートナー選定の基準として考えていたことは2点あります。1つ目はウェブマーケティングに詳しいことです。国内でリアルの営業経験者は社内にもおりましたが、ウェブを通じて新規営業に明るいスタッフがいなかったため、その分野でのサポートは必要だと考えていました。2つ目は現地海外の商習慣や生活感に精通しているということです。単に言語ができるということではなく、現地の方々の感覚で情報を受け取ってもらえるということはとても大切なことだと思っています。先に挙げた2つの選定基準に加えて、最終的には情緒的な部分もあったと思います。返答の速さや明瞭なご説明ももちろんですが、スタンスが私たちと伴走してくださるという印象が強く、私自身も自然と質問や意見交換がしやすいと感じられたのが最終的な決定の理由だったと思います。今回海外ウェブマーケティングに初めてお取り組みされるということで、不安払拭のために事例などを用いてご提案の際にご説明させていただきました。また調査戦略立案の際には、やらないというふうな選択肢も含めフラットに調査しましたが、調査の結果十分な市場性があることが分かったほか、隔離様の独自の優位性が分かったため、世界へ挑戦しましょうというふうなところを自信を持ってお伝えすることができました。調査戦略立案では、なんとなくこうかなと自分の中で思い浮かべていたイメージをデータや言葉で具現化していただいたことで、やるべきことも具体的になったように感じました。正直、海外ホームページを本当に作るべきかどうかも悩みながらの相談だったので、調査結果から背中を押してもらった部分もあります。サイト制作、コンテンツ制作にあたっては、商品の専門知識を表現するのに苦労しました。弊社のメイン商材の大工道具は、今では日本でも使う人が少ないニッチな商品です。だからこそ面白い要素がたくさんあると私は感じているので、どうにかその面白さを海外の方にも届けたいと思っています。ポカンのスタッフの方々とは、ウェブミーティングでデモンストレーションをしたり、動画を撮影し、説明したりと、一つ一つ丁寧に私たちの意図を汲み取ってホームページに表現していただきました。実際にサイト制作後には、海外ユーザー様や代理店希望者様から問い合わせが届くようになり、制作してもらえてよかったと感じています。現在はより多くの人にアクセスし、日本の道具の面白さを感じてもらえるように、英語でボイスオーバーを入れたハウトゥー動画の作成などもご協力いただいてます。代表の徳田さんが打ち合わせの際に何度かおっしゃっておりましたが、担当者の助けになる、伴走するという表現がしっくりくるサポート体制だったと思います。実際、私一人では能力的にも時間的にも実現できない部分を、ボカンのスタッフの皆さんがサポートしてくださることで具体化できたと感じています。 While working on the script for the video, it was clear how much attention to detail and care goes into the production of Kakri's carpentry tools. Our native English localization and creative team worked closely with Kakri to ensure accuracy and created a series of tutorials on how to care for and maintain your Japanese hand planes.Through strategic edits, simple animations, and a little social media optimization, we wanted to show the overseas audience how anyone, no matter their skill level, could use and enjoy these carpentry tools.
渡辺様より海外の今期の売上目標が達成されたと伺った際には、チームが自分ごとのように嬉しく思いました。海外からのアクセスも昨対比で10倍以上伸びており、実施した施策一つ一つが成果につながっていることを実感しております。近年職人不足が深刻化し、多くの伝統工芸が衰退してしまっております。そんな中、渡辺さんとのやり取りの中で、この状況をどうにかしたいという思いが伝わってきました。カクリ様の製品が世界中で愛されるよう、海外向けのウェブマーケティングの支援をすることで、この状況の改善に少しでも貢献できたらと考えております。これからも日本の伝統工芸品である大工道具の魅力を世界へ発信することで、カクリ様の海外販路拡大を支援していきます。つばみ産業は昔から物作りの町として知られていまして、鉄から刃物を作る鍛造技術であったり、木材を加工する木工技術、それらを合わせてさまざまな道具を作る技術がある町です。我々の商品もそうですけど、今そういった道具を作るような職人がどんどん減ってきていることが、つばみ産業の町の問題です。世界の木工愛好家の方々から、日本の大工道具のことはまずは確認聞いてみようと思ってもらえるような、そんなブランドになることです。切る、削るなどの作業を早く簡単にこなせるような便利な道具が世の中にたくさんありますが、単純な作業でも使う道具が違うことで楽しみ方も変わってくると思います。大工道具を通して、日本の道具はただ単に使いやすいだけではなく、面白いと感じてもらえるようになってほしいです。